あ、超える超える。あれ出てんの全部船でしょ。じゃあ沖に。あ、沖にもそう。沖の船はやり過ごしたか。入ってくんな。いや、無理だよ。今出るのは命取りだよ。カジ効かないって、これ、ここ出れないんだ。こっち向いてる船いる。戻れねえぞ、あれ。無理だ、無理だ。波乗っちゃうんじゃねえか。こっちの方がすごいよ。ああ、危ねえ。漁船危ねえな。あ、そこで行くよ。35番出したのか。完全に岸壁上がった。完全に岸壁上がった。ここはもう確実にアウトだわ。来る来る。あー、船が向こう側、船がやられてる。底引きだ。底引きが倒れ、あー、ひっくり返った。ひっくり返った。丘に上がっちゃったんだ。丘に。あ、丘に上がっちゃった。完全に上がっちゃった。ここまで来てる。車ももう今進んでる。さっきのテレビの絵、いやでも速くなくてよかったな。これは死人が出るな。死人が出る。ああ。あのまま行け。ひっくり返るなよ。あっち見ろよ、大きい。うわ。オースの方がすごい。オースの方が。あ、超えた。嘘、あの道越えた。これ来るぞ。車が流れてる。びっくりした。港屋の上の方がいいんじゃないか。ここで。車の行ってる。ここでも。いや、流れてますね、流れてますね。ことぶき丸？いや、無理だ、無理だ、無理。いや、無理、無理、無理。無理だ、無理だ。あ、灯台倒れた。ダメだ、ダメだ、ダメだ、無理、無理。バカバカ、それどころじゃねえよ。ここやばい、ここでもやばい。
もうやばいかもな。建物が大丈夫ならなんとかなるか。スギちゃんとこダメじゃん。家に行かなんか全然ダメだよ。これ死因が出るね。あ、あった。この場が死んでる。あ、なんとかこれ以上上がらずに。いや、第2波、第3波がわからん。どこ行ったべ。いや、もうアウトだよこれ。信じられんな、しかし。あるんだな、こんなこと。あ、見て、市場の上に船が。ずっと沖まで行った船は大丈夫でしょうけどね。だって地形変わっちゃったもん、あそこ。ああ、なくなった。海との境界なくなった。2波3波は可能性としてはある。うわ、これ何人の死者が出るんだい。ちょっとおい、こんなの目の当たりしてもらわなかったな。もう無理だよ。第1波は収まりましたね。今の面で収まりました。これが今度引くでしょ。建物出てきました。六国は超えたかもしれないね。だって高さ、これ地上が屋根まで行っちゃったので。これ三崎さんね。三崎さんくん。タコロもそう。タコロ、ああ。一発だったね。一発ですね。三崎市県庁。避難させてもらって助かりましたよ。あんまりすごいですよ。逃げたよ。これ、おらい大丈夫だな。なんだよ。落ち着いたな。まあ、2発目、あとは第2波、第3波ですね。いや、すごい。あのオラハマもあの伊豆丸の穴場に中継だら、あ、クソさん、なんだよ。大丈夫かな、今のことかなんか。いや、やばいでしょ。いや、避難したんだろうな、みんな甘く見てたな。いや、本当にここはもうオープンだから大丈夫だと思ってたもん。だから全部が上がったんですね。いや、感謝しなきゃダメだ。高台にあったっていう。いや、何人の死者が出たんだか、これ想像できんぞ。これ実は3人だからさ、こうやって余裕っていうか、絶対聞いたもん、少し聞きました、聞きました、聞いたな。試験場は見えてきたけども、あとどうすんだよ、あれ。いや、でもまだまだ水上がってんですからね、これ。試験場全員無事なんだね。全員無事です。ここにいる人間は全員無事です。一人出張してる人間が波平にいるんで、それが心配です。何人間のように、終わったな。すごい迫力だね。あ、もうだからつらくなってちゃんと見れば少し少しよね。ない。あれだな、あの風そうですね、中にな、ただ、ただ問題は引いてから次またに2波3波が来ないとも限らない。しかし、これまだ上がってんだぜ、これ。いや、じゃなくて、だって流れ流れは来てるんだよ。水位が下がったら一発目の一番高いところがまだ戻ってくるんだよ、それが結局。てか戻りがまずあるじゃない。海道水産なんて作ったばっかりだよ。誰もいない。だから出港まで行ったでしょ。でもこのような
さあ、沖合に第2波が見える。あ、来た。沖に行った船、大丈夫なのかい、本当に。また揺れてんな。ないでしょう。うわ、なんか、また海面の暮らしが違ってる、あそこ、橋の向こう。ほんとだ。あ、雲は、雲は。いや、波ですよ、波。東大って、隣の建物。あれ次、さっきより高い。さっきより高いな。隣の方が高い。頑丈なんですか。頑丈だ、鉄筋だから。そっち、あとガラス、移動しましょうじゃん。発射から、右で。賢いな。こんな時でもうちのバカ犬どもを散歩に連れてけって言ってんだろうな、きっとな。あ、大丈夫だったんですか。そうか。あのメールでは大丈夫だった。津波の後。うん。実家は屋根に被害が出たらしいけど、両親は生きてる。あとはこれを繰り返すんですね、おそらく。だね。いても仕方ないな。待機してても。まあ何ができる。本庄に言いたいな。市場倒壊。あ、誰かメールで。知らねえもんな。誰のメールある。和田君のメールか。私の携帯でも電池がもうやばいんですよ。俺のもだよ。バッテリー2つなんだ。試験場ってなんか。
なみんなな。いや、ホイザホだべ。つうか、堤防も意味ねえのか。タンカードがどんなんなんだべな。あれつうか、ポートセンター潰れてね。もう潰れてねえか。うわぁ、岩が崩れてっぺしょ。で、すげぇなぁ、なんかえぐいよな。リアルだ、リアル。あー、来たんじゃねえ、あれ。押し波来たぞ、あれ。いや、あれ引いてんじゃねえの。押してんの。引きが押しじゃねえ。なんか変な感じだな。押してっぺ。あっちもほら、渦巻いてんの。うん。つうことは押し波だな。な感じも。ああ、なんか上がってきてるな。うん、でも緩やかじゃねえか。結構押し波なんだね。おお、あっという間に。ほら、あれしよう。ああ、本当だ本当だ。普通に歩いてるおっちゃんいいんだけど。死ぬ願望。死にたい。死にかな。わあ、ほらもう波立ってんもん、あそこの。いや、大丈夫だな。うん。ああ、上がってきる上がってきる。あれ、どんどん水位上がってるよ。こんなゆっくりなもんなのか。押し波だからじゃん。湾になってっとあれなんだよな、ブワーンっていう波。あ、そう。こう開けてんじゃん。ほら、あそこもう堤防ねくなった。うわ、すまん。船も全然進まねえ、あれ。あれね、あれ止まっちゃっても、押されて。左さん逃げたらいいのな。一隻逃げてったな、長さ入ってた。俺全然進まんねえんだと。ああ、まだこっちから戻してる。逆に進まねえでおめえ被害なくていいんじゃねえ。そういうこと。ずっといねっかダメだな。そうそう。ああ、来た、あれ来た、あれあれあれ上がってきた。やばいやばい、あの船やばいんじゃね。あれ船やべえでした。やべやべ、横から来てる。ああ、もうこいつなんてやべえぞ。あいつ言い逃げようとしたな。やべえ、あいつもやべえ、あいつも。それか。堤防さん乗り上げんでねえよ。逃げろ逃げろ逃げろ。あ、逃げた、あれ、あっちのやつ。やっぱあそこ曲がんねえとダメだな。あっちは逃げちまえばな。ギリギリかわしたな。大丈夫だ。ああ、よかった。
来たな。でも麦おかしくねえか。絶対的に来てんだろうね。こうやってハートバーンって。あ、でもいいのか、東からだもんな。ほらほら、やべやべ。おーおー、ここも来た、うん、すげえ。こっからだな。うわ、飲まれていく。飲まれてってる。やべんじゃねえ。やべやべ、来た来た来た。どんどん来てる。うわ、音鳴ってんもん。大丈夫か。来たぞって言ってやれ。ダメだな。うわ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 。いや、おめえ、下さ、降りねえ方がいいんじゃねえの。バカ、あ、バカね。あ、バカった。うわ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 。あ、尋常じゃねえ。大将くん、下さ行って、みんな上さ行ってくか、こっちの方さ上がってくか確認しろ。上がってねえよって、上がったほうがいい。げえ、マジか。あ、マジか。うわー、すげえな、その。飲まれてる、飲まれてる。半端じゃねえ。オブラ、オブラ、オブラ、トラック。大丈夫か。やべえ、震えんだけど、マジ。海だ。うわ、すごい、行ったな。ほら、あっちもやべやべやべ。あそこの船危なくねえか、あれ。やべえな、逃げらんねえぞ。カジ切れ、カジ。あ、沈んでる、あそこの船は。うわ、来た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 。あれ、死ぬで。バカバカバカ、逃げろ逃げろ、早く。あー、行ったわ。横からだぞ。押せ押せ。ああ、これだか。風にしねっか。あともう一発、次の出やん。うわー、風にいった。あー、風からいった。ダメだった。こっちの手前のアンプに。いや、いるいるいる、まだいるまだいる。してる？うん、浮かんでる浮かんでる。アリか、こんなの。ほら、おめえ、全部飲んだ。え、みんな大丈夫？
停電じゃない。うわ、あれあっち向いてっぺした。原釜、原釜やべえ、全滅。おしたい、上がってんだべな。誰誰いんだ。わかんないっすね。宮城さんもいんねやさ。いえか。宮城さんと俺たぶん宮城さんうちさんいたと。え？うち？うん。
あら、あっちが落ちてるもある。これで来たもんて。なんだべって。あれ。今交代で動くのが来たんだ今。知ってる、わかるんですよ。見える。やべ、見えるでっかいの。今波折れてる。揺れてる。帰らないよ。揺れてる。もう手遅れですね。あれなんすか。うわ、なんかあっちの左側もやばいんじゃないの。汚ればよかったな。ダメだ。あんまり高い飲みになってるよ。いや来てるな。やべえぞ。来てる。あれ最悪、今降りてこっち来れんじゃないですか。いやあそこの海水温高い一気に来たからね、やっぱ着いたと思ったら。待ってろ、ではこれ、仕事じゃなくてやめよ。無理だって、仕事じゃねえです、こんなの。半年無理だろ、まだ終わった。揺れてんもんだって、まだ。ちなみにぶつかってから、殺されてるのは殺されてくるの。あのオレンジは何ですか。いいぞ、逃げたぞ。あと誰だ、斎藤。やばいぞ、マジで。また海になってんもん。それどころじゃないです、ジョージさん。動画撮ってますよ。おー、電線が沈んだ。まだ揺れてる。よかった、ほんと心臓止まったぜ、あの上。ほんとにね。油も散ってるだ。おー、魚連の。船いる。この匂いするんだ。なんだね、油漏れてるな。これで20。船は大丈夫なんだろう。浮き出した船。船は大丈夫なんだろう。でも一瞬はバーッと。すぐあんなタンクとか飛ばせねえぜ。魚連のタンク。船じゃないか。魚連の油。船ですよね。いや、だって無理でしょ。あれ飛ばさない限りどうしようもねえよ。船無理だよ。すぐもう癖もなかった。油くせえ。油くせえな。ほんと油くせえな。それか鉄柱思いっきりもう一番の屋根に鉄柱思いっきりかぶってる。僕はどうなんだべ。